演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。カルビーの47都道府県香川県代表オリーブオイルと塩味ジャガビーを食べたいと思います。ジャガビーか。さあ、香川って言うとやっぱりうどんのイメージなんですが、これ回はオリーブオイルなんですね。しかもオリーブオイルもなんか聞いたことある気がする。はい、中身はこんな感じです。オリーブオイルで揚げたフライドポテトって感じですね。こう言われると、ではいただきます。オリーブオイルはそこまで感じないから、言うほどじゃないかもな。健康にはなれないかな。でも美味しいよ。オリーブの香りはほんのりはするのですが、ちょっと表題にすることを考えるとちょっと地味すぎるかなという気がしましたね。前回のあの大馬出しのポテトチップス徳島もそうなんですけど、表題に出るからね、もうちょっと前に出てきてほしいかなっていう気持ちがあります。ただ単に普通に美味しい塩のじゃがいもお菓子になってしまっているような、そんな感じがするのは残念でしたね。もちろんそういったシンプルなものが好きな方もいらっしゃると思いますので、そういった方には好評かなと思いますので、その点を考慮するとこちらの点数とさせていただきます。もうちょっと目立っているので、猫の恋仏叶うかな、この日の日。最後はちょっとよく分からなくなりましたが、仏様が猫の声を叶えてくれるのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。